ルドビーコ・トレビザン・数奇教の肖像は、イタリアのルネサンス期の巨匠、アンドレア・マンテーニャが1459から1460年頃に描いた万丈のテンペラ画である、ドイツのベルリン絵画館に所蔵されている。モデルの人物が、ベネツィアの数奇教であった、ルドビコ・トレビザンであることは確実である。ブロムリー・ディヴェンポートコレクションにかつてあった本作には、何点かの複製があり、 男性の名前、肩書、き、紋章が描かれているからである。さらにクリストフォロディ・ジェレミアに帰属されるメダル、そして1630年のイラストリウム・ビロレム・イローヘアに含まれる同伴画にも肖像画がパドバのフランチェス・コレオーネ所有のものであることが明記されている。あとにスカランピ・メッザ・ロータとしても知られるトレビザンス・キキ教は裕福で力のある教養人であった。 1440年6月29日のミラノとイタリア諸国連合の間のアンギアーリの戦いで強行軍を率いて武功を立て、同年、数奇教になった。1459年にはマントバ公会議に出席した。肖像側、マンテーニャがマントバで自身を確立する以前、まだパドバにいた時に依頼された。数奇教は、 暗い背景の上に4分の3正面向きの位置で描かれ、強いキアロスクール効果によって、人物の良感が強調され、古代ローマ美術的な共像彫刻の絵画版となっている。真剣で集中した視線と閉じた唇の細部は、政治家であり、外交官であっただけでなく、戦争の指揮者でもあった男性の強い性格を強調している。マンテーニャは、顔の細部だけでなく、 衣服にも注意を注ぎ、人物の高い社会的地位を表現した。https://www.wga.f/.frames.che.html、htmlmymetre、マンテーニャ、インデックス、htmlwebgalerieofart のサイト2021年8月13日、閲覧。ありがとうございます。